2019年10月クールドラマ総括その2、続いてはフジテレビ系列。はい、まだ結婚できない男。ああ、うーん、安倍さんのキャラで持ってるようなもんかも分からないんですけどはい、まあまあ面白いですね、相変わらずね、うんうんうん、はい、まあまあ正直そんなところかなと。ほんで、まあ、あの吉田羊さんがね、うんうんうん、またやじ出してはって、あの掛け合いがすごい良かったからっていうのは、うん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 、まあ前作から13年後っていうことで、はい、うん、まあファンとしては待ちわびたっていう気もしたんだけど、うん、あの時のヒロインのね、はい、夏川由衣が、はい、早坂先生が出てこなかったり、うんうん、ただあの劇中ではちょっと話の中で、はい、あの女医にはっていうね、うん、そんな話が出たり、うん、はい、それから金田のことを気にしている、はい、まあこの前は高知昇が演じてたけど、うんうんうん、そこらで、まあ、くすぐりっていうのは結構入ってたんだけど、はいはいはい、やっぱりね、うん、13年間のブランクっていうのは大きいかなと。で、視聴率は平均 9.4、はい、で最終回でも 9.7、うん、で最高が初回の 11.5 ということで、平均で2桁乗らなかったっていうのはまあ大誤算かもしれない。うん、まあ、もうちょいやったんですけどね。で結局ね、あの最終回ラストカットね、はい、桑野の部屋に大小2つの房のバナナが並んでた、はい、うん、っていうことは、うん、これはまあ同居結婚っていうことを暗示してるのかと、うんうん、ようやく結婚できない男が結婚したっていうことなのかなとか。どうなんでしょうね。また十何年後かにもう一回やってるか分からないですけどねそれかね、見事結婚できた男っていうことで、うん、スペシャルをね、うん、半年後ぐらいにやるっていう手もあるとは思うんだけどね、はい、うん、でそれからフジテレビ月9、はい、シャーロック、うん、はい、うん、ねえ、面白かったっすけど、最後がどうなったんかもうはっきりしてほしいですよね、あれね、はあはあはあ、生きとったんやろかどうなんやろかと、獅子を、はい、うん、ただそのあたりね、はい、あの最終回の1週間後に特別編と、はいはい、まあこれ最近の月9、ラジエーションハウス、うん、それから監察医朝顔に次ぐ、うん、はい、まあ恒例っていう感じになってるのかもしれないけど、うん、はい、でここで、うん、まあ今まではどっちかというとダイジェストっていうのがメインだったんだけど、うん、はい、今回のシャーロック、うん、まあ、追察の部分も多かったし、はい、後日談かなり膨らましたし、はい、なんといってもレギュラー陣が少ないんで、はい、まあ、ゲスト、ね、うん、どっちかというと犯人、うん、容疑者っていうところで、はい、まあ、いろんな女優が賑わせてくれたということで、はい、松本まりか、うん、菅野美穂、うん、伊藤あゆみ、うん、吉川愛、うん、若村真由美と、うん、まあ、それぞれ悪女をしっかり見せてくれたり、いわゆる、まあ、切れた演技というか、そのあたりも良かった。それからもう最後のね、特別編を見るだけでもね、十分価値ありましたもんね。そうそう。ね。ただ、結局特別編で、はい、あの、主演のディーン・フジオカが出てきたのは、うん、当然、死んだっていうふうにも思われてたから、はい、最後の最後、うん、実は生きてたと。うん、でしっかりいつの間に謎解きしてんねんね、え、美味しいとこを全部持っていったっていう感じなんだけど、うん、まあやっぱり特別編っていう扱いにはちょうどいい出方やったのかも。うーんですね、うん、うん、まあそう考えたら、うん、今回の特別編は、はい、まあしっかりやった甲斐があったというふうには思うんだけど、うん、はい、視聴率はね平均で 9.9、 最終回でも 9.8、はい、最高が初回の 12.8 で、うん、で、あの特別編はね、残念かな、7.7。なんかもうイメージがついてるんですかね。はあ、どうせ、ダイジェスト、って感じで、はい、あ、まあでも今回は特別編を見た人は、うん、あの最終回のモヤモヤがある意味すっきりしたのにね。ねえ。でまあなんだかんだ言いながら、はい、原作のシャーロック・ホームズ、はい、2人して海の中に落ちたっていうのも、うん、これ原作のオマージュでもあるわけでね、うんうん、そういう意味では特別編も入れて、うん、まあ一つのシリーズとしてうまくまとめ上げた気はするんだけどね、はい、であのモリアが生きてんのか死んでんのかも含めてね、うん、まだまだ謎はあるんで続編ありきっていう気もするんだけど、うんうん、ただ物語の設定上ね次は3年後そうなりますよね長いっすね、3年後1年後ぐらいにしときゃよかったのにね。ねえ。ということで、はい、フジテレビもう一本が元カレマニア、うん、はい、うん、何なんでしょうね。なんか別に
どちらでもええっていうのも失礼な話がわからないんですけど、うんうん、もっとなんか、なんやろう、なんか惹かれる特徴みたいなのがあるとか、なんか普通なんですよね。普通のところに備えに、まあ、惹かれてしまうのも、まあ、普通、まあ、それが普通なんでしょうけれどもね。それが普通なんでしょうけど、見てる方からしたら別に何やろ分かれへん、どっちでもええわみたいになってしまうというかねえ、タイトルからしてもそやし、マニア言うぐらいやから、あの関口メンディーおるじゃないですか、あんなんになんか惹かれるみたいなのがなんか分かりやすいじゃないですか、あんなんのここがええねんみたいなんで惹かれていくみたいなのが、で主演が荒木優子、はい、それから高良健吾、はい、ということで、はい、まあどっちかというとまだまだ弱いっていう感じもあったのかも。で視聴率平均 4.5、はい、最終回 4.2、うん、最高が初回の 5.6 だから、うーん、でまあね、はい、裏との関係もあったんだけど、第4話が 3.0、はい、ね、あの2015年カンテレ制作の、うん、もう伝説となってるヒート、うん、はい、ね、それの第6話 2.8% に次ぐワースト2位、うん、まあね、ひょっとしたらあれすら下回るんじゃないかっていう、そういう危機感もあったんだけど、うん、まあなんとか踏みとどまったというか、うん、まあ良かったというか、もう泣いたとことん突き抜けた方が良かったんだね、うん、でそんな中で、はい、まあちょっと目を引いたのが、はい、あのガンバレルーヤのよしこ、はい、しっかり女優してたね。してましたよ。あの変な化粧せえへんかったら、ブサイクはブサイクですけど、なんとなくのブサイクで済んでますね、あれね。ね。で、ね、まあ結婚もしてる、手に職も持ってるっていう、ある意味、イケてる女には見えところね。で、芝居の方も、はい、まあ当然、いつもやってるお笑いとは違って、はいはい、ナチュラルにセリフ回しもあると、うん、これから女優として、うん、あの手の役っていうの、まだまだ席空いてるからね。全然できそうですね。ね。ということで、はい、この続きは今度にしたいと思いますね。はい。